女優の吉高由里子、35、が主演を務める NHK 大河ドラマ、光る君へ、日曜後 8-00、後は5日、第18話が放送される。先週の第17話は権力の行方も、人の思いも、変化、が書かれた中、映画を極めた道高は、以下、ネタバレ言う、先週の第17話は、移ろい。真宙、吉高由里子、後は一命を取り留め、藤原の道長、栄本佑、が夜通し看病してくれたと音丸、矢部太郎、から知らされる。道長は民を救うべく、疫病患者のための、救い小屋、建設を計画。その頃、藤原の道高、飯浦新太、後は体調を崩し、衰弱し始める。藤原一周、三浦翔平、が関白に準じる職につけるよう、藤原貞子、高畑充希、後は一条天皇。塩野明久に働きかけ。そんな中、意外な人物が真宙を訪ね、という展開だった。道高は笛の演奏をした直後に昏倒。安倍の生命、祐介サンタマリア、および、目が霞む、手が痺れる、喉が渇く。これは、誰ぞの呪詛に違いない、心当たりはありすぎる。藤原道賢、玉城レオ、および、どうか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 、異臭を、我が家を、頼む、一条天皇に初めて、反抗、され、貞子に、早く王子を埋め。足りない、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 道高の病状は悪化。椅子をめくり上げ、一条天皇に、お上、異臭を、関白に、狂気が宿った。最後は愛する高階貴子、飯田屋由香に、そなたに会ったのは、代理の内しどころであった。すんと済ました、女子、女子、であった、忘れ地の行く末までは固ければ今日お限りの命ともがな。あの歌で、貴子と決めた、喧嘩の呪縛、一族、家族への思い。酒に溺れ、権力に溺れた、キラキラと輝くような殿子、後は、父と同じく最愛の人に見守られ、和歌を口にし旅立った。43年、家族が人生のすべてだった男の死の際の狂気を石井さんが書く。石井道子、石井道子、絵描き。千葉県生まれ、清野菜名と松下奈緒がダブル主演を務めたテレビ朝日の昼帯ドラマ、トットちゃん。2017年10月期、劇中画を手掛ける。All of SHOHEI 2023大谷翔平写真集、スポニチ URAWA レッツ2023浦和レッツ特集号、スポーツ日本新聞社、などにイラストを掲載。スポニチアネックスでの大河絵連載は、鎌倉殿の13人、2022年、どうする家康、2023年、に続き3年目。